はい、こんにちは。今日はですね、ノウハウ的な話が普段多いんですが、今日はまた旅の話をします。そう、今日はですね、土砂降りが雨が降っていて、午後からちょっと出かけようかなと思っていたんですけど、夕方には少し弱まるみたいなんで、少し予定を遅らせてですね、動画を撮っています。今日は屋久島のお話をするので、まあこの雨というのも、雨の多い島なんで、ちょうどこれもいいのかなと思っています。まあ旅をしながらウクレレを弾くみたいね、会社働きながらだったんで、まあ単発っていう感じで、やっていく行った旅が本当に多かったんですが、まあウクレレの楽しみ方の、いろんな楽しみ方がありますが、音が美しくて音楽をやるっていう、まあ一つの中心的な楽しみ方はありながら、それをじゃあどこでどういった人とどんな風に楽しむのか、山の上で弾くとかですね、知らないところに行ってそこで友達ができてとか、そういったまあ少し広い意味での楽しみ方の参考にもなるかと思って、一つ話をしたいと思います。で、当時はですね、ちょうどその屋久島に行く直前ぐらいの時は、師匠にウクレレを習って、まあ 2,3 年なのかな、どうしてもこう自分がどれぐらい演奏できて、それがどう喜んでもらえるのかを、まあ、知りたいという感じで、まあ都内ですね、ライブハウスというようなところで、演奏をこう毎月演奏してですね、どんな風にどうやったら喜んでもらえるかみたいなところをこうやってたんですね。まあ、非常に日本の会社員というかエンジニアらしく真面目にこう年間50回ぐらいを演奏して、そしたら力がつくんじゃないかみたいな、真面目でしたね。うん、ぼーっとする時間がないぐらいですよね。月んで結構、まあ5時6時に帰れることなんてほとんどないですから、しっかりまあ働いて、で師匠に演奏習って、そのままこうライブハウスで演奏するみたいなことが結構あったんですよね。でただしですね、まあお店のシステムとして、こうチケットノルマというのがありまして、チケットを何枚か売りましょうと。で、それは演奏する人が10枚は売ってくださいと。で、それは売れなかったら演奏する人がお金をお店に支払いますとかいうシステムが、まあ、多分今でも普通にあると思うんですが、まあ、そういうシステムを了解した上で演奏するわけなんで、まあ、結構集客なんて全然、僕はエンジニアですからね、営業さんでもないし、友達もそんなに多いわけではないし、なかなかこれは難しかったわけですよね。なので毎月毎月演奏するとお金がかかるみたいな、ことをやっていて、でまあ仕事もかなりバリバリやってた年代ですから、まあプロジェクトに配属されて、相当1日片道2時間、往復4時間かけて、まあある現場に行ってやってて、まあ、これ相当後で結果も出たプロジェクトで、まあ、相当根詰めてやってたんで、まあ、体調を崩しちゃいまして、でもこれは無理だっていうことで体調悪くなったんで、まあ、当日キャンセルをしまして、で後日、まあ、僕はお客さんを呼べてなかったんで大きな混乱もなくということで、お店の方からしかしながら張ってでも来た方がいいんだけどねというふうに、まあ、お話をいただき、また別の、まあ、同じ日に出演するですね、演奏仲間からは、あなたは舐めているのかと君はドームだったら、会場がドームだったら、どんなに体調が悪くても来るんだろうと、ステージが小さいからといって気楽に休むなんていうのは、まあ、まあ、舐めているというようなご意見もいただきまして、で次回ですね、その次行った時も僕はお客さん全く呼べなくて、2回分のそのノルマというのをこう支払ってですね、ああこういうもんかと、
まあ、演奏すればするほどお金がなくなっていくというすごいリアルなお話ですけども、で、まあ、別のところで出会った演奏家ですね、この方はまあお父さんはまあ有名な演奏家らしいんですけども、うん、あんまり詳しくは教えてくれないんですが、まあ、君はあの出るとこ出せば出すとこ出せばお金がもらえる演奏なのに、よく毎月あのそういうお金を払って演奏して偉いねみたいなこと言われて、まあ、別に偉いというか偉いつもりはなくて他に術がないというか、あの人に聞いてもらう場所がなかったわけですね。どうしたらそういう、多くの人に演奏を聞いてもらえるかみたいなのがまあ分からなかった それしか知らなかったわけですね。まあ今みたいにこういう動画も今ほど発達してなかったですよね。まあこれはでもこのまま進んでいくのは僕のやり方ではないんだろうなと思って、まあお店の人とかその周りの出てる人の雰囲気とかもこうあの一生懸命やってればそのうちいいことあるよみたいな、まあどうでしょうね、バブルももう弾けてましたが2000年ちょいくらいですからね、まあ中にはその有名なプロデューサーにそういうあの小さいライブハウスでやっているとこう出会いがあってみたいな話もまあゼロではないんですが、まあそういう話がいっぱいあってあのっていうわけではないですね。まあただしそうですね、一組あのそういうところでやってた仲間が後でメジャーデビューは知ってる人もいますけどね、うん、でどうも それはどうやら違うというのはなんとなく、分かってですね、まあ、体調悪い時にまあそういう厳しい言葉っていうのをいただくと厳しいんだなという、厳しさに負けたというよりなんか違うんじゃないか、僕の中では僕の行きたいところは違うんじゃないかっていうのがなんとなくあって、で学生ぐらいの時にちょっとあの同じように体調悪くて熱が出て寝てた時の記憶にこのなんかリンクした感じでテレビからこう屋久島縄文杉っていうのをなんとなくこううなされながら聞いてた記憶が蘇ってきたんですよね。でちょうど8月ですね、あのまあプロジェクトは結構うまくいきかけたのかな、うまくいく前かな、結構ドキドキだったのかもしれませんが、それでもあの夏休みはしっかり休みましょうみたいな、うん、休みはきっちり取りましょうみたいなのがあって休まされる的な感じであの急に時間ができてしまったんですね。これは休みなく働くかみたいな、直前まではそういうノリだったんですけど、やっぱり休めということになって、でちょうど当時 SNS ですよね、見てると当時そのクラブのライブイベントとかも僕があの出ていて、そのつながりつながりであの DJ さんだった人が屋久島の写真をその SNS に上げてて、あこれだと思って行きたいなと思って、全然知らない人ですよ知らない元 DJ のなんなんっていう、今屋久島でガイドさんやってて、まあガイドさん自体は今ちょっと下火というかあのお客さんがあまり来ないので、まあ、動画とか映像とか写真家でもあるんでそういう屋久島の魅力をあの伝えるような活動されてるんですけど、なんなんもうまあ会ったことないですけど、あるイベントのまあつながりがあったんで、あの屋久島行きたいとメッセージを送ったら、いや来なよって言ってくれて、でも直前でその当時は本当に人気の、スポットだったんで、もう宿も取れるかどうか分かんないけどって、まあなんとかなるから来たらいいよって言ってくれて、で、まあ、彼の紹介で宿にもこう泊まれて、うん、でそう屋久島行ったんですよね。で縄文杉を見たいっていうのがやっぱりありまして、その8000年生きた 木というか樹木ってどんなんだというのがあって、 そしてそこでウクレレが弾きたいという、これはまあ別に理由は思いつかないですよね。あのいろんな理由ってこうひねり出すことはできるんですが、もうなん
ったか、それがやりたいからとしか思えない。まあ、これは非常に純粋な思いですね、今思えば。で、そういう話をして、じゃあ登ろうということで、ウクレレを持って朝4時起きとかですかね、3時半とかで、彼の車で、まあ、彼ガイドさんなんで、そのツアーに一瞬参加して、まあ登ると。ただし雨が今日みたいにこう降っていて、屋久島ってこう366日雨が降るとか、月に31日雨が降るとかいう、そういう言い方をされるぐらい雨が多いところで、ああ僕のリュックだとこれウクレレが濡れちゃうんで、もう今日はウクレレは無理かなみたいな、ちょっと弱気なことを言ったんですよね。そしたらなんなんがですね、あ大丈夫、これこないだお客さんが忘れていったやつあるからって、ザックカバーを出してきて、ちょうど僕のちっちゃいその当時のリュックにウクレレを後ろ入れて、でカバーしたらぴったりなんですよね。それで、準備運動して登り始めまして、うん、ウクレレを背負って登り始めて、だいたい昼前に縄文杉まで到着するんだから、まあ5、6時間歩いてるわけですよね、うん、まあ余計な普通登山って余計なものはの持っていかない、あの装備も軽くしていくんですけど、ウクレレを縄文杉で引きたいということで、これを背負って登ったわけですよね。でお昼はやっぱりずっと雨が降っていたんで、その東屋みたいなところかな、でガイドのなんなんがあのコーヒー沸かしてくれて、でそれでお弁当食べて、でまあ雨が降ってるから、まあもう今日は無理かなって、どんだけ悲観的なんでしょうね当時の、うん、僕はまあ無理かななんて言ってたら、ちょっと雨が弱まって、でなんなんがこの瞬間しかないと、今しかないからやろうと。で彼はあのブルーシートを持っていて、これを一緒に登った仲間がみんなでこう屋根を作ってくれて、雨が楽器にかからないように。でそこで縄文杉の、うん、すぐ近くにこうウッドデッキみたいな、まあ、展望台みたいなところがあるんですが、そこにみんなで屋根を作ってくれて、でウクレレを演奏したんですよ。でまあ夢中で2曲ぐらい弾いて、でそこにいるみんなとこう楽しい時間を過ごしまして、もう本当その日に会ったような人たちですよね、初めてその屋根を作ってくれた人も、含めて。でまあ一瞬というか終わればあっという間ですね。じゃあもう本当に時間が遅くなるんで下山の時間ですよということで、まあ降りていくんですけど、まあ降りながら、まあ南南ガイドで一番前の方かな。で僕はあのまあ、そこそこ断水で体力あったんで、一番後ろをじゃあみんな見ながら、降りようということになって、まあいろいろ降りながらでも涙がこう溢れてきて、でそこでやっぱりあのこれからは本当に好きなところに行って、そこにいる人と本当に好きな音楽をまあ楽しめばいいやと、まあそういうふうにしようと、なんかというかですね、決めたというか、まあ、それが僕は一番自分に合ってるなっていうのに気がつきましてもちろんあの夜のお店、夜のお店っておかしいな、あの、まあ、都市というか街、人が集まるところも、うん、楽しいしエキサイティングだし、あのこれからも演奏、うん、機会があったらしたいですけども、でその後ニューヨークとかにこう力を試しに行ったりするんだけども、あの純粋に行きたいと思ったところに行って、行きたあのそのやりたい音楽を弾けばいいよと、あのこうやったらウケるとかですねまあもちろん伝わりやすい、どうしたら喜んでもらえるかとかっていう気持ちは大事なんだけども、なんかその自分のやりたい気持ちとか、言いたくないことを言うとかですね、行きたくないところに行くとかですね、そういうことでやっぱ僕自身がやっぱ楽しくないので、それは続けていって、もしあのうまくいってもやっぱりどっかで、トータル長期で見ると続かないよねと、ああこんなに言葉には多分当時はなってなかったと思うんですが、うん、
これだと、僕がやるのは好きなとこで好きな音楽をそこにいる人と楽しむことっていうのは結構シンプルにこうドスンとお腹に落ちまして、それで その後まあアメリカ行って弾いてみたりとか、うん、でその行けば友達ができて、じゃあ今度こっちのカナダに来いとかってこうやってると、あの台湾のウクレレメーカーからもこう声かかって、じゃあこれからアジアでウクレレどんどんこう盛り上げていこうみたいな、その流れがやっぱりうまく、その時はですね2010年代か、そうアジア中でウクレレフェスがあったんで、まあその紹介してもらってあっちこっち演奏しに行ったりとかですね、まあそうじゃないまた別のところから声をかけてもらって演奏したりとかいうのを、まあサラリーマンをしながらやって、で5年前にあの、まあ、サラリーマンですね、エンジニアはこう退職しまして、今、うん、ウクレレを、まあ、教えたり演奏したり、まあ、とにかくウクレレ好きなところで好きな人と好きな音楽をやって、まあ、生きてるとそういう生活にこう、まあ、当時から徐々になっていったんですけど、そこがやっぱりガラッとやっぱり変わったところですよね。はい、というわけで、あのこういう旅の話も、あのすぐこんな話を聞いてじゃあウクレレがうまく演奏できるかといったら、あのそういう即効性はないんですけども、あのライフスタイルというかトータルでどうウクレレを楽しむかっていった時に、まあ、一つの参考にはなると思うので、また時々ですねこういう話もしますので、ぜひ楽しみに楽しんでみてください。はい、ありがとうございました。